横須賀市議会は神奈川県横須賀市の地方議会。横須賀市議会は2017年5月から定例会の回数を年1回とし議会としての権限を行使し法的に活動できる期間である会期をほぼ1年間とする通年議会を導入している。ただし議案等の審議は3月、6月、9月及び12月の 定例議会として集中的に行う運用となっている。定例議会以外に緊急性のある議案審議等を行う場合は、臨時議会として会議を開く。横須賀市議会では、議会改革の一環で、一般質問や代表質問など会議内での質疑に一問ずつ、質問して答弁を得る一問一答方式を導入している。所属議員が4名以上の会派を、 交渉会派と呼ぶ。交渉会派は議会運営委員会に委員を出すことができる。現在3つの会派が交渉会派である。議会運営委員会は議会の運営をスムーズに行うために議事の取り扱いや会派間の意見調整を行う委員会である。委員は交渉会派から所属議員数に応じて構成される。定数は十名である。常任委員会は 効率よく、議案をきめ細かく審議するために、いくつかの専門的な委員会に分かれて、議案や請願、陳情などの審査を行う、委員会である。現在、市の執行機関の所管局別に4つの、常任委員会と、予算、決算に関連する議案を専門的に審査するために、設けた、予算決算常任委員会が設けられている。委員の任期は1年である。特別委員会は、 特定の事項について詳しく審査する必要がある場合に議会の議決を経て設置される委員会である。現在、一つの特別委員会が設置されている。ありがとうございます。